ゴールデンウィークも終わっちゃったの。みんなはどこかへ行ってきたのかの？浦子は還暦で自称二十歳のおじいちゃんと一緒に東京までライブに行ってきたよ。おじいちゃんたら盛り上がっちゃって、ライブ中にみんなと一緒にスクワットまでしちゃったんだよ。またスクワットしてきちゃったの？そう、またセニョールも一緒にスクワットしに行こうよ。いや、僕は大丈夫、遠慮しとく。で、セニョール君はどこへ出かけたのかの？僕は久々に里帰りしていました。里帰りってメキシコ？メキシコって車で何時間くらいかかるの？遠かったでしょ。そうだね、メキシコまで8000キロだから。って僕はジャパニーズ、ふるさとはジャパン。そもそもメキシコまで車じゃ行けないしね。そうなんだ。ちょっと浦子くん、全然興味ないでしょ。ねえ、もう少し僕に興味を持ってよ。はーい、終了。もういいや。で、博士、休み中に前回オイル交換から5000キロも走っちゃったので、エンジンオイルの交換に行ってきます。オイル交換といえば、セニョール君、先日スバルのお店に行ったらプレミアムオイルを積極的に扱うと言っていたの。では今回の研究はこれにしてみるかの。スバルのスーパープレミアムオイルについて研究せよですね。博士、スバルのスーパープレミアムオイルだとカストロール SLX がおなじみですよね。そうじゃな。でも今回研究をするのはゼロなんじゃよ。帽子をかぶった史上初の黒人演歌歌手の。それはゼロじゃな。ではマジシャンで最後にサプライズっていう。それはセロじゃな。ではでは、嵐の桜井くんや芥川賞作家の又吉が出てる11時から始まる。確かにそれはゼロじゃが、惜しいの。それはニュースゼロじゃ。2人とも何の小芝居をやってんの？早く研究を始めないと時間が終わっちゃうわよ。そうですよ博士、真面目にやりましょうよ。無理、悪いのはわしだけか。まあよい。では研究用のゼロを用意してあるんじゃが、どこに置いたかの。セニュール、これがそのオイルじゃない？博士、これがゼロじゃないですか？おお、こんなところにあったか。そうじゃ、これがゼロ。正確に言うとトタルのレープレヤードゼロ 0W30 じゃよ。博士、トタルオイルってあんまり聞いたことないけど、どんな会社なの？トタルオイルというのはフランスに本拠地を置く総合石油エネルギー企業なんじゃよ。スーパーメジャー企業6社のうちの1社で、トタルエルフブランドで展開をしている会社なんじゃよ。エルフオイルは聞いたことがありますよ。同じ会社なんですね。そうなんじゃ。そのスーパーメジャー企業のトタルとスバルが手を組み共同開発したのがこのレープレヤードゼロなんじゃ。ということはスバルの専用オイルになるの？わー、すごい。では博士、ゼロについて細かく研究してみましょう。よし、ではこの。博士、セニョール、だから言ったじゃない、2人が小芝居をしているから私たちの持ち時間終わっちゃったわよ。続きは来週にしましょう。小芝居ってひどいな。でも詳しく研究したいのでしょうがないですね。そうじゃな。ではまた来週にするかの。では皆さん、 See you。